やっと到着でございます。一応駐車場ちゃんとここにあるんで、しかも有料駐車場。5年前に来た時は1回100円だったような、気のせいなのかな。今1時間100円なので、利用時間に合わせて料金箱に入れてください。さてここはどこかと言いますと、道路を渡らせてもらいます。はい、よいしょ。はい、ここでございます。アワビ、サザエ、伊勢エビ、トコブシ、ナマコ、ワカメ、カジメ、アラメ、よくわかんない。さて、ここの道の悪いところを行きます。一応トラロープあるね、トラロープが。よいしょ。あのさ、よいしょ、 iPhone で撮影している人あるあるなんだけど、一回もう下まで行ったんだよね。下まで録画しながらと思ったら、カメラモードでポチって押したところの写真しか撮れてなかったわ。それなので急遽戻ってきました。スタート地点までってね。ここ下まで行くとね大変だから、ここの脇道をこっちに行きます。よいしょ。いやー、5年だよな。6年ぶりなのかな。前回はヤクさんと夕方ちょこっと来たけど、よいしょ、ゆっくり見れなかったからね。ケツカッチン、ケツカッチンで。皆さん来るときは足元を気をつけください。まあ今この時期だからって言ってもかなりひどいんだけどね、この草。暖かい頃に来る人は本当にやぶこぎになるよ。今どうにか人が一人通れるぐらいは余裕であるけど。で、これを撮影してるのは冬ですからね。冬でこれだよ。いいね、いいね。立体音響だから今左から波の音聞こえてるでしょ。危ない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 。そう、隣に止まってた車、釣り人だよね、釣り人。ちょっと後で聞いてみよう。撮影外かもしれんけど、何が釣れんだろうね。ルアーだか池だかも気になるし。よいしょ。はい、到着。はい、到着。よいしょ。ここにははしごがあります。見てこの崩壊。次の波が来ました。ババーン、行こうか。よいしょ。はいはい、前回来た時もこのコンテナあったよね。このコンテナ、蒸気機関車だから天井はすすでやられております。お、釣り人のかな。なんかそんな感じだな。だいぶコンコンしてるね。肉眼
だとね、もっと暗いんだけど、だいぶ明るく映してくれるよね。ちょっとほら、俺の影が映るんだよ。でももうこの辺になるとちょっときついか。きついな。現在使われてるとこと合体してるんだよね。すごいね。すすがこんな山盛り。白いのとさ、茶色いのとさ、黒いのがあるからさ、またあれでしょう、シュミラクラ現象が起きるんですよ。よいしょ。ふぅ、釣り人さん何釣るのかな。餌だかルアーだかも気になるし、何が釣れるかも気になるし、隣のトンネル行きたいよね、できれば。見てこの崩壊、はしご持ってきてるってすごいよな。釣り人2人いるじゃん。釣り人2人いたわ。後ろ向かないときついだから、よいしょ、はい、こっち行きたいけどな。一応ロープはあるけど、よいしょ、よいしょ。垂直。よいしょ。よいしょ。すごいな。よいしょ。富士山、富士山。海上橋、この垂直の壁を登ろうかどうしようか気になるけど、やめとこうか今日は。まあこんなとこです。まあ来るときは気をつけて来てください。やば、滑りそうだな。ちょっと釣り人に最後話しかけて、我らは次の場所に行きます。今さっき入ったトンネル、こっち行ってない方のトンネル、こっち。じゃあ皆さん、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。